くるくる。ただいま。戻った。大丈夫。表情険しかった。険しい顔で。だいたいなんかさ、泊まる時の顔、やばい顔、なんかいつも言われるんだけど、顔やばい顔で泊まるみたいな。どなるもありがとう。だった。ありがとうございます。コマありがとう。いつも配信が終わった直後はどんな、あ、終わったわあ、切れた。勝手にね、切れるから。あ、終わったわになる、無になるかな、どうだろう。でもいつまでも笑ってたら結構あれだよね一人でへへって。あのさ、一番ね、お話し会が一番ね、あれなんですよ。なんかお話し会って私がいて、ファンの方が来てくださって、一対一で対面で、こう対面っていうか、あ、何ですか、画面越しで話すじゃないですか。でそのこう会話してる画面をさらに多分見てる人がいるんですよね。そこには映ってないんですけど、一応見てる人がいて、でそう、オンラインお話し会でいるんですよ。でお話し会ってこう、私たちの画面はこう来てくださった方が映って、なんか 5秒前からカウントするんです。5、4、3、2、1でバン映りました。でなんか話して、で終わりました、プチ。そしたら次の人まで5、4、3、2、1のまたカウントダウンが始まるんです。その間の人の5秒間があるんですよ。その5秒間はなんか、その自分の画面は切れたタイミングもずっと見られてるわけなんですよね。まあ言えば剥がしの人じゃないですけど、そういう人がいて、チェックする人がいて、そういう人にその見られてるんですよ。だからさ、めっちゃ爆笑してたりして、そのお話し会でもウケるブチみたいな。その5秒間の間めっちゃ気まずくって、その5秒間もさ、無に戻る瞬間も見られてるんだろうし、そこでハッハッハッって笑い続けてるのも多分見られてるから、どういう表情していいのか分かんなくって、なんか「だよね」みたいなんで切れてみたいな。もうなんかすごいですよ、この瞬間が一番気まずい、本当に気まずいの。なんかその5秒間そこをね、多分見てる人は別にそんな、うわこの人5秒間の間真顔になったとか思って見てないとは思うんですけど、何も思ってないと思うんですけど、そういちょっとね、そう5秒間空いてる間がね、かわいい、ありがとう。いや、たくさんのメンバーまとめて見てないよ、これは。見てないんですよ、これはね。多分一人につき一人ついてる感じだと思います、多分。そう、いや、同じ人とか知らないんですよ。どの方が見てるとか知らないんですけど、
そう、あの全然そのもう合わないから、オンラインの時はその何ですか、チェックしてる人とか全然合わないんで、誰が見てるとかは知らないんですけど、受付の人、受付の人とか会ったことない、みんななんか、あ、なんか受付の人が可愛かったんだよねみたいな話聞いたことあるよ、なんか受付の人がさみたいな、可愛い時あるの、受付の人に喜んでる人とかいる、ありがとう、あ、声しか聞けないんだ、そうなの、え、わかんない、なんか受付の人が可愛いみたいな、オンライン声だけ、なんかでもさ、その状態で待っといてくださいみたいな言われますか、なんかこう、こう見せたい本のページとか、なんか見せたいものとかを持ってる時とか、すごいみんな大変そうだなって思う、なんかこのまま待っとけって言われたんですみたいなのよくなんか聞きますね。食べちゃダメ、あ、ご飯ね、ご飯系は食べちゃダメなんだね、なんでなんだろうなんでなの、クマありがとう、ワンコ写してもいいんだよ、ありがとう、なんかワンちゃんを見せてくれる人とか結構いますよ、ワンちゃんと一緒に暮らしてるよみたいな人、ワンちゃんの機嫌にもよるかもしれないですけど、ワンちゃんがいいっていうならぜひ見せてください、私興奮します、ワンちゃん見せられたらもう本当に嬉しい、猫、あ、猫きつそうだね、なんか猫ってじっとしてくれるの、なんかみたいな、どっか行きそう気まぐれな感じで、ハムスター、ハムスターだと こういう感じ、それともなんか家ごと見せるみたいな感じかな、インコ、インコは今までいなかった気がする、ワンちゃんは多いんよ、ワンちゃんは結構ね、そう見せてもらったことあるんですけど、珍しい動物、いや、あんまいないかな、ワンちゃん、猫ちゃん、え、カエル、いないよ、カエル、ちょっと見たいかも、カブトムシカブトムシか、どんな反応するかな、自分、うわー、カブトムシだーみたいなカブトムシ、うわあんま虫見せられたことないかも、
蛇もないね。魚？魚？なんか魚拓？魚拓って言うんですか？なんだっけ、あの魚をさ釣った後にさなんかハンコみたいにするやつ、なんだっけあれ、あれ見せられたことあるかも。魚は生の魚ってあるかな、どうだろう。よいしょ、ありがとう。金魚、うん、寿司、もう調理済み、調理済み。見せてもらってびっくりしたもの何かな。なんだろう、びっくりしたものとか。特技披露、ああ特技披露ね、はい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 。特技の腹筋。楽器、ああでもなんか演奏してもらったりすることもある。確かに。なんかギターとか。腹筋見せてもらったことある。腹筋見せてもらうっていうか、その腹筋じゃなくて、あの腹筋してる様子とかはある。なんそれめっちゃ印象残っとるわ。覚えてるよ。覚えてる。なんか外で腹筋してる人いた。なんか今から腹筋しますみたいな感じだったはず。外で腹筋してるのを見たよ私は。オンラインお話会。インパクト強いね。でもみんななんかいろいろ考えてやってくれててすごい嬉しかったよ私は。そう結構みんな外からここからやってますみたいな。どんなリアクション、しっかり見るよ。爆笑するかも。一番困ったの聞きたい。なんだろう、困ったのか。なんか釣ってとか言われて、まあなんかこう断ったりするんですけど、まあ、無理をしてやることもあるんですよ。で無理をしてまあやった時に拾ってもらえなかったのが結構一番困る。なんか大好きだよみたいな感じのこと言って、なんかうんみたいな。だから本当に一番困るから、なんか拾ってほしいなと思う。なんか無理をして釣ったのに全然釣れなかったみたいな。ほんち。はい、ありがとう。あと来た瞬間に何っていうのもダメです。NG。 なんかこう来てくれて
こう話し会に、何みたいな言われたことが結構あって、何ってこっちが何みたいな、なんか結構何って聞かれるのが好きじゃないんですよ。だから何ってこっちが何って逆に聞き返すんで、何って言わないでください、何は禁止です何って言われたら なんて答えたらいいか分かんないから、何ダメ。笑っちゃうからもう激おこ。何歳だと思うはめんどい。いや別にめんどいとは思わないけど、正直に言っちゃうよ。いいの嘘つけないから、見たまんまで言っちゃうからね。怖い。おやすみだよ、おやすみ。ちょっと待って、男女呼ぶわ。りょんきゅうさん、はやりんごさん、くまねパパさん、よしーさん、めぐろのこうじさん、きなぺこさん、まささん、福太郎さん、なんばのひさとさん、ちょっと待って、どこ行った、あ、東京のスワンさん、ティーンさん、60代独身さん、1位はドロロロドン、福ちゃん丸さんでした。ありがとうございました明日は火曜日ですよ。なんか1週間の始まりが火曜日から始まるって考えたらなんか短いですよね。明日も頑張ろう。おやすみ。また明日。中村はお風呂に入ります。あ、着いた。あ、犬かわいい。おやー